第1部6章レフカンディの罠。オレル湾を解放した同盟軍は中央航路を南下し、アカネイア王とパレスを目指していた。彼らにとって最大の難関はレフカンディの谷に築かれた無数の砦と、これを守る勇騎士ミネルヴァ将軍支配下のマケドニア白騎士団であった。アカネイア王国に入る唯一の門レフカンディをめぐって今激しい戦いが始まろうとしていた。はい、どうもレイオレオです。よろしくお願いいたします。はい、ということでファイアーエムブレム続きやっていきたいと思います。さあ、ということで前回砦でね、砦じゃねえな、城内戦を戦いで、ファイアーエムブレムを、引き継ぎといった展開でしたけれども、いやもうその前のね、ゴードンとかね、ナーバルとかもそうだけど、仲間を失うというね、すごく苦しい、ものすごく苦しい時間でした。はい。まあ、その思い、ね、仲間たちの思いを今後も引きずってじゃないか。引き継ぎかな？うん。仲間の思いも引き継いでやっていこう。さあ、まずはアイテム整理だ。さあ、アイテム整理が終わったので、では、進撃の準備していきたいと思います。さあ、今回は、竜騎士。まあ、ドラゴンですね。ドラゴンに乗っている竜騎士が出てくるという風にね、冒頭の部分もあったんですけれども。まあ、ということもあるので、アーチャーは絶対必須なんですよね。だから、ザガロ、ビラックじゃねえわ。誰だっけ？ウルフだっけ？ウルフ、いた。あと、カシムだね。カシム、イタカシム、この3人は絶対必要。いや、ここにゴードンがいたらな、めちゃくちゃ頼もしかったんだけどな。で、ウェンデル先生とレナをもちろん連れていく。で、主戦力ドーガー・オグマも連れていく。残り7人、あとは誰だろうな。カインとかジェイガン。まあ、ここの2人は火力高いのと、ジェイガンは防御力も高いので、なんとかやってくれるんじゃねえか説。で、シーダはだいたい連れておけばなんとかなる。なんとか仲間にできるんじゃねえか説。あとは、どうしようかな。ハーディンさんも結構強いからね。連れていこう。で、あとは、マリックも連れていきたい。そうだな。あとは、ビラック行くか。前回連れてってないからね。で、一応、ジュリアンを連れて行こう。これで、この面々で行きましょう。これはね、ここに映っている15人で参りたいと思います。今回15人最大ってことは仲間にできる人いないのかな？まあいい。行こう。さあ。お、出てきたね。ハーメイン将軍。私はこんなやり方には賛成できません。栄光あるマケドニアの騎士として正面から堂々と戦いたいのです。しかしミレルヴァ王女よ。あなたのマケドニア軍はオレル湾で多くの兵を失ったのだ。体制を立て直すにはこの城で時間を稼ぐしかない。私は陛下のご命令でここに派遣された。ここはおとなしく従っていただきたい。それでもなおあなたが帝国に盾つくというのなら、妹マリアの命は保証できないな。わかりました。
ここはあなたにお任せします。しかしこんなやり方でアリティアの騎士団が倒せるとは思えない。あなたにもいずれきっと後悔することでしょう。いやー、妹人質に取られてるね。なるほど。さあ街は一箇所だね。さあそして、あ、エスとカチュア、パラオ出たね、この三人で。あとはまあ、ペガーサスとドラゴンナイトで見れればね。あといないかな、とりあえずは。割と少なめだな今回人が。割と敵が少ないってことは、これ援軍来る可能性は十分にあるんじゃないかな。ちょっとそこは警戒したいですね。後ろはそうだな、固まっといた方がいい気がするな。とりあえずマルス王子はこっち行ってもらってかな。あ、で扉が閉まってんのか。これ難しいな。これ多分ジュリアンだったら開けれるんだろうけど、アーチャー対処しないとね。先にアーチャーを先にやって、そんでもってジュリアンがここ扉開けた瞬間にドガーが配置につけないと、多分後ろのこのね、あの傭兵にやられちゃうよね多分。とりあえずそうだな、まあ、竜騎士を警戒しておきたいですね。竜騎士は、うわ、めっちゃ飛ぶやん。めちゃくちゃ飛ぶやん。まあ、とりあえず6体いるからね。で、この4人に関しては仲間にできる可能性はあるかもしれないから。いい感じに耐久できる試合かな、ね。とりあえずあれだな、アーチャーだけ処理したいね。ウルフいけるかな。とりあえず、こっちだな。後から引けるように。こっちから攻撃しよう。さあ、ウルフ。7。さあ、反撃は5。ちょっと痛いね。まあ、2ターンに1回ぐらいは回復したいね。で、あとはそうだな、手やり兵が持っていきたいところではあるけれども、ドガーかなーってなると、てかちょうどあれなんだよね、多分届かないんだよね。多分ザカロも届かないでしょ。ギリ届かない位置にいるから。そうだね、とりあえず回復役の方々を真ん中に集めていこう。で、周りでこう強い兵士で固めていく感じで。サブ情報、ミネルバってのは本当はマケドニアのお姫様なんだ。だけど妹がドルーアに捕まってるから仕方なく戦ってるらしいぜ。みんなは怖がってるけど、本当はとても綺麗で優しい人なんだって。なんとか助けてやれないかな。あー、そうなんだね。まあ助けれるもんなら助けたいですけれども。さあ、じゃあドガーで手やりで攻撃しよう。ただ手やりって命中率低いんだよな。どうだ、オッケー、お、9、めっちゃ食らうやん。うい、耐えた。ドガーめっちゃ強えじゃん。アーチャーに対して攻撃を当てて、でなおかつ避けなくても攻撃受けられるっていう、めちゃくちゃ強えじゃん。よし、じゃあレナはそうだな、とりあえず情報もらってきて。重たい武器を装備すると動きが鈍くなってしまうから、弱く立って軽い武器を装備するのも一つの作戦だな。あ、へえ、そうなんだ。武器によって重さあるんだね。っていうか、なるほど。次はどうしようかな。とりあえずハーディンさんと、どうしようかな。ジェイガンとハーディンに後ろ守ってもらって、ドガーと、違う、ドガーで合ってるか、うん、ドーガーだな。
俺毎回ドガーって言ってる気がするな。うん、毎回ドガーって言ってた気がする。動画だよね。そう、俺編集してて思ったんだよね。毎回この実況をしている主はなんで動画ではなくドガーって言ってんだろうなってずっと思ってた。うん、動画ね。とりあえず動画とオグマで前を固めよう。でもオグマさんそんな前でなくていいかな、まあ、とりあえずこっちで、でカインとか、まあとりあえずあれだな、弓矢こっちに配置しよう。弓矢の3人はこっち側に配置しておこう。で1人は情報、ワーレンの港には珍しいものがたくさん売ってるらしいよ。もし行くんならそれまでに無駄遣いしないようにね。ワーレンの港、港か。今山だからね、次とかに港に行くのかな、どうなんでしょう。さあ王子はこっち行ってもらって、ジュリアンは死なれちゃ困るけど、とりあえず武家行ってもらおうか。あんまいいのねえな。鋼の弓とかあったら買いたかったけど、特にないな。じゃあいいや。特になんもなかったから買い物せずに終わったけど。カインは、そうだな。先にマリクをもうちょっと内側に入れるか。ここら辺で。で、シーダ姫は、ちょっと怖いからここら辺。カインはジュリアンの隣。まあ、あとはこれでいいかな。まあ、ジェイガンぐらいかな。ジェイガンこっちにするぐらいで。ハーディンさんここで。ターン終了。さあ、相手はどう動いてくる？さあ、前進してきて、盗賊が、こっちに来ようとしている。さあ、そしてアーチャー。さあ、どうだ？ウルフ。ダメージ食らうね。攻撃当たる。オッケー。で、そのまま多分ドガーを攻撃してくるよね。うわ、一気に進んでくるな、本当に。めちゃくちゃ一気に進んでくるじゃん。あー、やばい、めっちゃ向かってくる。うわー、前進してくるなー。で、ウルフは一回回復した方がいいかな、多分。このままだとあれだよね、イエルバとか全然届く距離にいるなっていうか。あ、もっと下げた方がいいのか、これ。ちょっと厳しいかもな。これ難しいな。これ一旦全員引くか。じゃあ。引いて、むしろ、ジェイガンを、こう、おじいちゃんを前に持ってきた方がいいかもしれない。で、マリック真ん中。ザガロで一回攻撃したいけどな。現状ザガロのところまで届いちゃうかな。どうしようかな。あ、ここの壁だったら大丈夫か。手やりだもんね。一回ウルフを下げよう。一回ウルフ下げて、ここら辺でいいかな。で、ウェンデル先生で、回復できたら回復しよう。よし。ライブ。ライブの末。さあ、ウェンデル先生はもう回復と攻撃役、両方に消してもらう形で。で、ザガロで、どうしようかな。こっち行くか。ちなみに、
アーチャーは9か。9じゃ倒せねえかな多分。ザガロ耐えれるかな。まあいいや、とりあえずこっち行ってもらおう。ここでさあ仕留めてくれザガロ。ナイス、グッジョブ。これでザガロにレベル2で、どうしようかな。とりあえず竜騎士とペガサスナイト処理してからここには入りたいから、イラ君も無理だし、問題こっちなんだよな。そう、あ、こっからはいけないんだ。門からは入れないんだ、ペガサスナイトも。なるほどね。あ、そういうわけでもないのかな、わかんないな。どっちなんだろう、ペガサスナイト。あ、門から入れないんだ。でもここは開かないと通れないんだよね。じゃあとりあえずドアで攻撃しようか。手ありで当たるかな。当たったら儲けもんなんだけど。オッケー、儲けもん。ドガは毎回受け手だからね、あんま経験値入らないんだよね。撃退ボーナス入るのでかいわ。で、現状維持かな、とりあえず。で、小熊さんもアーマーキラーを今装備してるから、鋼でとりあえず待ってもらおうかな。で、アーチャーを処理できたのでシーダを前に進めたいな。とりあえず姫を前に進めたい。王子どうしようかな。王子とりあえず前行ってもらって、ジュリアンスタンバってもらおうか。とりあえず現状このままでいいかな。他の兵士もあんま動かすつもりもないし。さあ、やはりこんな戦いは我慢ができない。パロ、カチャ、エスト、帰りましょう。あ、減ってった。減ってったよ。え、大丈夫なの？見れるわ。妹が危なくない？さあ、大熊さん。来ましたよ。ナイト。さあ、うわ、半分持ってかれる。ウェイ、必殺の一撃で？必殺の一撃で 3？ 硬っ！めちゃくちゃ硬いじゃん。めちゃくちゃ硬、え？攻撃してくんの？避けろ、ザガロ！うわー！ザガロー！嘘でしょ？必殺の一撃そんなところで出る？え、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、ザガロやられたら枚数が足りないんだけど。え、嘘でしょ？手ありなのかよ、しかも。そこは見落としてたわ、完全に。これ、大丈夫か？しかもこれ、カシムとウルフで、仮に一体ずつ、こう、倒せたとしてもよ、一体必ず、仕留めきれないやつが現れる。いや、しかもこれ、二人で、一人っていうパターンもあり得るから、かなりピンチじゃねえか、これ。いやー、もう行くしかないよな、でも。攻撃しよう。カシムで攻撃しよう、とりあえず。いや、まずいな、これ。ドラゴンナイトに全部持ってかれるか、これ。その可能性あるかもしれないな。とりあえず集中的に攻撃するけど、頼む。よく、オッケー。とりあえず竜騎士はやった。
ただ1枚残ってるんだよな。いやーこれつらいな。ドガーで手やりするか。ドガーで手やりするか。いやーこれしかもミスったな。マルスここにいたんじゃ開けれへんだよな。とりあえずドガーで手やりするか。オッケー、9。いやきついな。自利品だな。そんでもってもう手やり兵いないんだよね。あとはもうエクスカリバーとか使うしかないんだけど、ジュリアンを使って開けて、でジェイガンで前出よう。とりあえずこのペガサスナイトは処理しないと。 OK。 うー上がらないで、こいつはあー裏取りまで行けちゃう。もうかけるか、かけるしかないな。マリックで勝負しよう。エクスカリバー頼む。マリック決めてくれ。おーナイスー、31強っ。めちゃくちゃ強えじゃん。なんだったら32入るから経験値に関してはダメージボーナスより入ってるぞ。強っ。いやでもザガロが持ってかれたのはマジで痛いな。またアーチャーが1人減っちゃったよ。しかもこれ今後痛いぞ。今後に響くぞ絶対に。でオグマでとりあえず盗賊はやりつつ、うわー扉の鍵を持っていた。本来それで開けるのか。いやーきつ、めちゃくちゃきついじゃん。どうしようマジで。とりあえずこれでオグマさんを回復しよう。いやーザガロー、ザガローがいなくなるとは。いやーもうあれか、一番最初ザガローの方が良かったのかな。でウーフに耐久してもらった方が良かったのかな。いやでも手ありは全然見てなかったなマジで。いやーそれは痛いな。手ありを見てなかったのは痛すぎる。でとりあえず前出て、で回復役は守りたいので後ろは固めつつ、こう行こう。いやーやばいな。さあジェイガン、まあ傭兵に関しては大丈夫でしょう。レベル3。まあジェイガンが耐え切れると思うから。いやしかも必殺の一撃が入るとは全く思ってないからな。さあどうしようかな。とりあえずでもシーダにも経験値を与えたいので、ここは傭兵行くか。細身の槍、あれか、細身の槍だとあれか。とりあえず鉄で行ってもらおう。これで倒してくれると撃破ボーナスが入るんだけど、あー倒しきれない。
ただレベルは上がった。 OK。 まあ手数踏んで倒す分には全然いいんだけど、これジュリアンいけるかな。ジュリアンがいけるのであれば行ってほしいな。これとりあえずこっちはマルスで鉄の剣で、ダメージは入れられると思うんだよな、捨て身だから傭兵。あー倒しきれないか、王子倒しきれないか。どうしようかな。とりあえずジュリアン行ってもらおう。とどめの一撃、行けジュリアン。オッケー。ただこれな、避けられたら一巻のおしまいなんでは。オッケー。今普通に言ったけど、避けられたら一巻の終わりなんだよな。で、あ、ビラクいけるね。ビラクにも経験値振りたいので。一回ジェンがこっちに来て、先生で回復しよう。ライブの杖。そんなダメージ食らってないけどね。耐久してもらう役もあるので。よし。で、ビラクで、とどめ。行こう。鉄の槍。よいしょー、オッケー。撃破ボーナス。あ、経験値一回も振られてないんだね。で、問題はこの後なんだよな。この後がどう来るかなんだけれども。もうこれ、どうかはこのまま後ろを守る形の方がいいかな。マルス王子もちょっと遅れるからね。街寄る分。で、ハーデンを、まあ、横に配置しつつ、あとダメージ食らってる人いないよね。うん。ちょっとシーダーが食らってるぐらいか。シーダが食らってるぐらいだから、まあ、大丈夫かな。とりあえず、ウルフも、前に出てもらって、カシムも、前に出しつつ、マリクは横、で、動画は、後ろ、についてもらって、オグマさんどうしようかな。まあ、先行してもらおうか。よいしょ。さあ、これでどう動いてくる？あ、動いてこない。ならばもう王子で町へ行ってもらおう。さあ、村か。お！なんだ？ノー、あんた。チキという名の、名前の幼い女の子を見かけなかったかね。チキはナーガの一族のただ一人の生き残り。あの子がいないとメディウスの支配下となったマムクートたちを倒せる者はいない。わしとってヘリュー族はヘリュー族の端くれじゃが、ペラティで大事なものをなくしてしまい、今戦うことすらできぬ。私も共に行くから、どうかチキを探してくだされ。おー！この人、飛竜族が仲間になる。ちょっと待ってね。ただね、俺知ってんだ。下流石あるんだよね。下流石が あるんですよ。で、この人は、バヌテさん。バヌテさんですね。はい。言いにくいな。道具交換。下流石。これ返してあげるよ。拾ったから。おー、これ、飛竜族、加わりましたね、仲間に。これは、だいぶでかいんじゃないの？戦力として。さあ。
シーダは回復したいけど、ウェンデル先生で回復したいな。とりあえず舞台を前進させましょうか。じゃあウルフ、ウルフもう一番前まで行ってもらおう。でカインも前、そしてカシムも前で、レナも前にやって、とりあえず前線は上げたいんだけど、ハーディさんは前で、ジェイガーも前かな。とりあえずは。で、マリックは、そうだね、一応ここにいてもらおう。で、シーダを、まあ、できるだけ奥めに配置しつつ、ウェンデルさんで後ろで行ってもらおうかな。で、はい、シーダ、シーダを回復。これでシーダも HP 満タンで、動画をまあ、マリクの後ろぐらいに配置して。これでいいかなぁ。あ、オグマさん忘れてた。オグマさん、砦行ってもらおうか。砦で次のターン回復できるし。で、あとは、こいつらだな。こいつらがどう動いてくるかな。あと、不気味に敵が少なすぎるからね。なんもないか。とりあえず回復してもらった。で、バヌテさんはとりあえず進んでもらって、王子も進んでもらって、ジュリアンは合流してもらって、でビラクも前にやりたいけれども、だそうだな、とりあえずこのアーマーナイトをどうにか処理したいんだけど、ジェイガンで耐久できるかな。まあ、ジェイガンぐらいしかいないと思うけど、耐久できそうなのがここだね。ここまで来れるから、ジェイガンでここで満タンだっけ、満タンか、満タンならここで迎え撃ってもらおう。で、オグマさんはそうだな、あ、オグマさんもう進めるんだったら行った方がいいのかな。でもそうなると、間違いなく、片方はオグマを攻撃してくると思うんだよな。まあでも行けるか。行くか。攻撃、アーマーキラー。これでなんとかなるっしょ、多分。オグマさん、一撃ってなっちゃった。一撃、いいね。で、おそらくカウンターでワンチャン倒せそうだしね。で、ウルフ進んでもらって、カシモンも前にやって、とりあえず前線を上げたので、舞台も全体的に上げたいところ。OK、舞台全体的に上げてきたので、ドガーはどうしようかな。ドガーね。ドガーはどうしようかな。ちょっと後ろめに配置しとくか。まだ合流できないもんね。ここ二人が、多分。ちょっと後ろめに配置しつつで。マーキー、グルニア兵が現れた。